だいぶ変わり果てた錦とね会うわけだから、どうなるのか楽しみでございます。レーナ、お前なんでここに。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ。面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺は、どうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんてな。あ、親父。何やってんだ、お前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？お、親父。待ってください。ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が言ったんだ親父。親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年か。俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか？巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場界の100億が抜かれる。だがな。それは。そうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる。近くに。必ずな。キリュウ、これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前、俺のことを憎んでるのか？わからねえ。だが、結局俺はお前を裏切った。笠間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか、笠間の親父さんを撃ったのは。ああ。さすがにあん時は手が震えた。やめて、やめてよ二人とも。なんでだ。おやっさんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃいねえだろ。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん、着きました。お前、シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。
どうしても水木の娘をよこさねえなら、お前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かは渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今さらだが、お前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの？ねえ、なんで？親父、手はず通り。ああ、やってくれ。はい。おーい、北条会直系錦山組構成員、結局こうなっちまったわけか。これね、フェレナの店で暴れんのもいかがなものかと。せっかく馴染みの店でやるね、お互いね。おいおい、兄弟じゃねえって言われちゃったしな。やっぱ水木は亡くなってたっていうのもあるけど、これちょっと人数多くねえか、固まりすぎだって。ねえな、助太刀してくれたいけどやっぱ無理だよね。頑張るわ、とにかく頑張るわ。そうだ、せっかくね、あー、痛い、せっかく小牧の師匠にね教えてもらったからね、これね。俺はしっかりと木刀のねあれを使わせていただいて、終わっちゃうね。お疲れい。意識とはやんねえのかな。お久しぶりです、桐生のおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ。ん、東条会直系錦山若頭ね、ナンバー2か新道。おい、いい日本刀持ってんじゃん。刺しじゃないんだな、にしても。じゃあお前はそこ前の男だ。足でやんねえと結局ダメだろよ、男っちゅうのは。日本刀なくなっちゃった。でもまだこいつらのが落とすから痛い。ちょっと、あかんぞ。周りがねうざいですね、うざいですね。ちょっと危ないですね。体力回復、女酒の焼きそばと肉まんを食べる。ちょっと待って、これさ、あ、バイクとか持ってねえのか。あ、ちょいと待って。あぶねえ、デカビタ飲んで、あ、やばい、サミダン X ってそんな回復しねえのか。痛い、ちょ、止まって、あかん、ちょっと待って、先生。俺はちょっと広いところ行って、え、たくさんいない、あかん、待って、それは聞いてない、あかんな、これちょっとまずい、人がたくさんいすぎだって。ちょっと待ちましょう、これはまずい。いすぎじゃない人、ちょっと。油断しすぎた。おとなしく。あかん。痛い。あー、これはまずいですね。
え、どうしよっか。しんど。回復アイテムが思ったよりやばかったな。あんま食らわないようにして、もうちょい回復か。こんな多いと思わなかったからな。無駄に掴みたくないね、これね。あー、ちょっと、しんど。先にこの雑魚どもを倒しとけば、俺大丈夫だと思うんだよね。よいしょ。行っといて。危ねえ、危ねえ。よし。木刀が意外と持つ。あー、これはちょっとあかんっすね。この連打はね、ダメだよ、お前。この辺をしっかりとまずやっといて、少しずつやっとけば、痛い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 。で、ヒートアクションもうまく活用して、よし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 。よいしょっとっと。痛いね。よし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 。大事で。で、ヒートアクションも繰り出して、痛いね。で、あと残りわずかになったら、いけるんじゃないか。痛い。お前、お前、ダメだぞ。で、ここで、スタミナン X を使って、当たらないのか。こういうことをし続ければ、いけるはずだ。いけるはずなんだ、俺は。うまく木刀を使えば。ここ、あー、ちょっとあかん。後ろ取られると、まずいから、まずいから、先に、マジで、マジで先にこいつら倒そう。痛い、突っ込んじゃった。ここまで来たら結構だいぶ楽になると思うんだよな。で、あとは振動を。はい、回復アイテムもあともう一度あるから、結構いけると思う。だいぶ、だいぶ。一回やっぱね、負けるとね、マスターしますね。状況をね。どういう風にやればいいのかと。うん。どういう風に戦えばいいのかと。で、こういう武器も使う。常に木刀を使っていく。小牧の弟子、ありがとう、師匠、ありがとうだね、これね。マジで。小牧の師匠、ありがとう。この木刀がうまくね、振り下ろすことによって、振り下ろせることによってさ。OK。あともうちょいじゃん、振動。大丈夫か、お前。さっきと全然違えだろ、俺の戦い方がよ。いて。見づらいのはあかんね。よし。いっとこうか。ほら、やっと。で、最終的に、このダブル X を使って、ヒートアクションが出て、最後倒していくという。敵が多すぎだって。ああ、終わったわ。いや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 。最後の演出かっこよかったね。全員倒しましたぜ、あの人数。多すぎだろ。木刀持ってる奴らも多かったしさ。まあ、そのおかげでね、倒してしまえば木刀落とすから、じゃんじゃんね、なぎ倒せたけど、一回目はちょっと初見殺しだったんじゃないですか。あの人数相手に回復量がちょっと少なかったからね。危なかったにしてもストーリーの方は、やはり錦とは、まあこういう形でね、別れることになってしまったか。またどこかで会った時には、分かち合いたいところだけど、無理なところではあるよな。まあ、ちょっと次回はね、どうなっていくのか楽しみなんだけど、この後どういう発展していくのかだよね。まず、サイノからで、はるかのところに会いに行って、っていう形になると思うんだけど、ちょっとお母さんが本当に亡くなっちゃったっていうところがあるからね。はるかには酷だけど。まあ今日はこんな形で終わりましょうかね。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。